はいどうも、 VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということで本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、 OB 第2弾糸井嘉男選手使ってみます。ありがとうございます。いや、僕の動画で結構糸井選手の動画って過去少ないの、まあ、少なくはないけど、ここ最近やってこなかったんで、僕自身かなり糸井選手使うの楽しみです。こちら、はい、こちらですね、もう特殊も積んでます。はい、もう VIP が特殊を積んでるということはもうそういうことです。はい、もうそういうこと、もう皆さんが今頭の中で思ってることそういうことです。はい、でまあね、オリックスの糸井選手よりかは能力は劣るんですけども、リードオフマンとしてはまあもう十分ですよ。でセンターも C ありますし、でこれなんてあってこの超広角ラインドライブ盗塁ということで、まあ塁出たら盗塁もできます。しかも超広角ラインドライブもあって、もうホームランも打てますということで、まあね、僕糸井選手とはね、もういろんな番組とかでも共演させてもらって、まあお世話になってますから、まあここはもう糸井選手をパーン使ってね、ガチオーダーに入るんじゃないかな。左バッターやし打ちやすいしね。でもちょっとこれ見てほしいんですけども、まあね、昨日の生放送見てもらった方は分かると思うんですけど、僕ほとんどもうね、星 S ランクゲットしました。でも高橋由伸選手も極みになりました。はい、でも武志さんも超5です。赤堀さんも極みです。で花丸中選手も超5です。八重樫選手も超5です。で穂橋選手ももう極みになりますということで、えぐない？これこの育成スピード、なぜかというと、ランキング25位です。あれ、いや、お前何してんねんと。お前ランキング走らんタイプじゃないんかと。いう声かなりいただくと思うんですけども、僕が今ハマってる、いや、これちょっと後で言おうか。これ後で言おう。なんで僕が今このランキング25位かっていうのは、ちょっとリアタイやりながら説明していきますんで、とりあえず称号チャレンジいきましょう、称号チャレンジ。糸井嘉男です。ありがとうございます。糸井嘉男選手、はい、糸井選手1枚、しかもこれ S ランクぶち当てたんですよ。いや、糸井選手称号したいから、ちょっとみんな A ランク出るまでガチャ引いていいって言った一発目で S ランク出て、しかもそれが糸井選手だったっていうね。もう昨日の生放送ちょっと見てない方見てほしい。マジで神回やったんで、マジでね、昨日の生放送本当にもうね、今までの僕の人生がギュッと詰まったような、うん、コナミも S ランクの確率上げたんじゃないかっていうぐらい S ランク出てますんで、よかったら昨日の生放送見てほしい。はい、ちょっとクラクラしてきた、やば、ちょっとクラクラしてきた、喋りすぎて。朝の8時30分です、今。はい、寝てません。ということで、でも、糸井選手はパワーが上がってほしいんで、まあ、怪力無双ついてほしいんで、星4でいきます。いや、バズーカでもいいな。星5でいこうか。うん。あ、じゃあ、5冊でいこう。バズーカでもいい。お願いします。バズーカか、怪力無双。お願いします。来い！星3！いや、それは一番求めとらん。うん。一番求めてないわ。いや、ちょっとこれさ、幻突使っていい？いや、俺ね、そんぐらい結構糸井選手に欠けてる部分あって、まあ、今後ね、もしかしたらね、もっと強い選手が出てくる可能性あるんですけども、俺は糸井選手をこれから多分、柳田選手のベストラインタイトルホルダー出るまでは、使うと思います、おそらく。来い！星さん！いな、ズーは最悪。あー、まあ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 、オッケーオッケー、稲妻にしよう。うん。ということで、じゃあ糸井選手使っていきましょう。何してんねん！ドワサビさん、よろしくお願いします。ドワサビ、変わった名前やな。多分ね、今アイキャッチ何してんねんが流れたと思うんですけども、リアタイの時は何してんねんで、ガチャ動画の時は昨日のドゥンブンってやつにします。はい、これからね、だからなくなったわけじゃない、昨日結構コメントなんで、あれ、もう何してんねんと調子くんなくなったんですかってコメントあったんですけど、違いますよ。ちょっと使い分けていこうかなと思ってます。はい、で、また皆さんがおそらく気になっているであろう、なんで VIP あんな育成早いんだというコメントが多分ね、あると思うんですけども、昨日動画、ガチャ動画出したじゃないですか。で、生放送したじゃないですか。で、生放送終わってから、僕、今の朝の8時半まで、今僕がハマってるね、日プですね、プロデュース101、ジャパン・ザ・ガールの、あれ、なんていうか、オーディション番組を見ながらずっと走ってました。はい。もうずっと、おそらく5時間以上やね。いや、もう6時間ぐらいか。もうずっともう、第1話からじゃないか、途中から最後まで一気に見てて。で、それでね、終わった時にはもうほとんど息終わってました。はい。いや、マジでね、日プがおもろすぎるよね、日プが。はい、ナイス。いや、マジでね、なごみちゃんと、剣持なのちゃんにはね、ちょっとデビューしてほしい。よっしゃ！頑張れ！阿部なごみちゃん！さあ行きましょう。あれ、これ阪神の時の応援歌じゃない、これ。あれ、気のせい。まあいいか、まあいいや。はいはい、パワー70ね、 OK。 カーソル緑に変えたんすよね。どうなんやろこれ、打ちやすいんかな。もうなんか糸井選手ってね、もう打てそう、マジで。抜けるよこれ。いや、ま、いやー、やっちゃった。初打席アウトはやってるわ。
ちょっとこれは多分回ってこないと思うんで、次の車行こうか。さあ2車目ですね。あ、相手ロテジュンや。ロテジュン、え、美、え、平本蓮、美しきドブネズミって平本蓮やんね。え、平本蓮プロスピやってんねや。え、来た、え、強っ。え、見てこれ86-84、しかもピッチャーロメロ。はいはいはい。え、ロメロってどういう、ツーシム、ツーシムいいか、オッケー。うわ、えぐい。うわ、その攻めえぐいな、ロメロ。いやー、ロメロその攻めえぐいわ。その攻めやらしい、マジで。いや、この高速スライダースライダーの攻めやらしいな。いや、振っちゃ、いやー、ちょっと待って、それはロメロが悪いわ。うん、これはロメロが強すぎる。うん、おそらくね、服多分昨日の動画から変わってないと思うんですけど、あの、そういうことです。はい、それもこれもこういうこと。もう昨日の動画撮影から、生放送から育成ずっとしてるから、まだお風呂入ってないんですよね。落ちて、お願い。いや、これちょっと先行やから、もう一回回したいな。よしよしよし。てか、なんか昨日のコメント欄で知ってんけど、なんかイデホなんか YouTuber やってるらしいよ。イデホガチ、イデホ今韓国で YouTuber になってるらしいけど、ガチな YouTuber ってか、なんかあれじゃん、 YouTube の番組の司会かなんかやってんじゃん。入れ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 、あー、なんかそういうのやってんじゃないの、違うの、ガチの YouTuber やってんの。ちょっと人気ですってコメントあったけど、ちょっとなんやちょっとなんや。あー、もう余裕、あ、もう掴んだ、もう使いました。はい、もうそんなね、何回も同じ球投げてたら、それはね、もうこの世界の VIP はそんなんじゃもう打ち取れないよ。いや、それはいい。ナイス、3アウトチェンジ。あ、何してできた、何してんねん。例えばなんか TikTok でなんか VIP の称号の時の名前シリーズみたいな切り抜きありましたね。見ました、見たことある。なんか俺が今までさ、称号でさ、名前をこう変えてくるやんか、いろいろ。今日やったら糸井嘉一とかさ、そういうなんか名前変えのシリーズみたいな切り抜きがあって、結構多いね。今まで結構俺名前変えてきたんやね。歴史が感じれましたね。取れるよ取れるよ。まあね、切り抜きとかね、全然やってもらってもいいんで、本当に動画ね、好きに切り抜いてもらって大丈夫ですよ。はい、僕もたまにね、 TikTok とかで回ってきたら見てるんで、クスクスしながら見てますよ。はい、面白いなと思いながらね。さあ、ここは多分回ってくるかな。 OKOK、 よし。え、ちょ、サトテルやばないなあ。シャトーテルやん、やばない。マジで生放送でもホームランめっちゃ打ったからね。え、シャトーテルはやばいわ、マジで打ちやすい。なんかね、確定ホームランの音はならないんですけど、ホームランになるんですよね。なんか運ぶというか、ボールを前で拾う感じというか、なんかね、なんかそんな感じするよね。さあ、糸井選手2打席目、まあ、3打席目か、合計は。ちょっとこれマジで打ちたい。糸井選手まだ出てない。ナイス、入れ。いやー、いや、惜しいね。いや、けどなんか糸井選手らしい打球やった。うん、今のは糸井嘉男を感じれましたね。打球が速くても足が速いから二塁打になりますからね。これがいいところよ。一昔前の視聴者、みちょぱ来てんですけど、え、相手みちょぱなんですけど、え、みちょぱがお願いしてきた。え、マジで、え、嬉しい。大倉志門さんと付き合ってるんですよね。僕じゃ無理ですか、僕じゃダメなんですか、みちょぱさん。さあ、いきましょう、糸井選手。おっと、合格は出なかったけども、いける、集中、神宮やから。オッケーオッケー、神宮放り込めるよ。死んで捉えたらいけるよ。うわ、ナイス。ちょっともう眠たい、ちょっと眠たくなってきた、マジで目が見えんくなってきた。マジでもうそろそろちょっと目の疲れがきてるわ。さあ、トゥートゥー、ちょ、待って、あかんわ、もうあかん、疲れてる疲れてる。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。変化球打った、変化球、記録はショートのエラー、スライダーという表。さあ、ちょっと糸井選手回ってきたんですけど、ちょっとかなり眠たくて、この打席でちょっと寝てくるわ、一回。ちょっとこれは打ちたい。いやー、もう見えないっすもん、もうこの時間帯の藤井見えへん、マジで。まだわかりませんよね。ただここは打席、打ってった。ちょっと待って、え、目覚めた、え、目覚めた、みちょぱありがとう、みちょぱありがとう、目覚めた。